今回の動画では、フェイトでおなじみの原点だと男性なのに女性になってしまった英霊に関する話題です。その英霊はなんでフェイトだと女体化しているのか？原点では男だったというけれど、実際どんな感じの人なのか？そのあたりに触れていきたいと思います。女体化してしまった英霊たち。アルトリア・ペンドラゴン。さてトップバッターを飾っていただくのは今や片付きの顔役とも言えるセイバー、アルトリアさんです。何を隠そう、彼女は有名なアーサー王その人でして、ステイナイトの世界でもあのアーサー王が女性だったとは、というリアクションがたびたび見られるほどに男性として知名度の高い英霊です。彼女の名前、アルトリアの由来となっているのは、アーサー王の名前が元来アルトリウスであるという説から、アルトリウスを女性系に変えたものがそのまま神名となっています。ではなぜアーサー王が女性になってしまったのか、という話ですが、原作版、もしくは旧フェイトと呼ばれるステイナイトの時点では普通に男性だったアーサー王を、商用向けのエロゲにする過程で、竹内社長のセイバーを女にすればいい、という意見によって性別が変わりました。設定的な面で言えば、伝承では男性として通っているが、実際は男として振る舞っていただけで肉体は女性、ということになっています。アルトリアには妻も子供もいるのに女性なの？と思われる方もおられると思うので、次はアルトリアの子供の話にしましょうか。モードレッド。アーサー王伝説に登場する主要登場人物の一人であり、アーサー王の息子、モードレッド卿。原点ではアーサー王と、アーサー王の育子の間に生まれた男児であり、円卓に滅びをもたらした一員とも言える人物です。それがフェイトだとどうなるのかというと、肉体はバッチリ女の子になっております。少なくとも肉体は、本人は女性扱いされると殺意マシマシで激しく起こるのでなかなかそうとは指摘できませんけれど、完全に女の子ですし、なんなら美少女です。ではなぜこんなことになったのかというと、彼女がアルトリアの精液から作られたホムンクルス。ざっくり言うとクローン人間みたいなものだからですね。いやいやアルトリアから精液は採取できんでしょ、となるのは至極ごもっともなんですが、そこは姉、モルガンが魔術でアルトリアを男性にした上で取られたということらしいです。おかげさまで容姿はかなりアルトリアに似ています。ステイナイトではアルトリア顔の男性として登場していますが、アポクリファではアストルフォと男の子枠で被るという理由で女体化しています。ガレス。アーサー王伝説に登場する円卓の騎士の一人であり、ガウェイン兄弟たちの末の弟です。ちなみに母親がアーサー王の育子であるため、アーサー王から見ると甥の一人という血縁関係になります。フェイトではアルトリアの異母子、つまりモルガンの子の一人として描かれていますが、性別はなぜか女性になっていますね。これに関しては特に説明がなく、実は女の子でした。といった感じ。亡命という二つ名や、昔は厨房で働いていたという逸話から女性ということにしたのかもしれませんね。まあ可愛いので私は構いません。ガレスの犬耳いいですよね。マーリン、プロトタイプ。アーサー王伝説では王に助言を与える魔術師として登場するマーリン。基本的におじいちゃんの姿で登場することの多い人物ですが、フェイトではイケメンのお兄さんの姿をしています。そう、フェイト系作品でも大体の場合は男性なんですよね。しかし、プロトタイプの時点では女性という設定だったようで、FGO アーケードには女性のマーリンとして実装されました。片付き世界では様々な平行世界、世界線の異なる世界観が描かれる中で、もしもアーサー王が原点通りに男性だったら、が成立する場合、マーリンは女性になるようですね。これに関しては特に理由が言及されておりませんので、アーサー王とは逆の性別になる定めということで受け入れておけばいいのでしょう。ちなみに、性別が逆になると中の人もちょうど入れ替わる形になるんですが、ちょっとセンシティブな話題になりそうなんでやめときましょうか。ネロ・クラウディウス。フェイト・エクストラで登場したアルトリアのそっくりさんこと赤いセイバー。しかしてその実態は、もちろん、よだよ、で有名なネロ・クラウディウス。フルネームはネロ・クラウディウス・カエサル・アウグストゥス・ゲルマニクス。ローマ帝国の第五代皇帝です。史実では男性であり、決してこんな美少女ではないはずなんですが女性として登場しています。公式から明言されているわけではないのですが、どうやら皇帝ネロがとある宗教の敵として語られ、黙示録の獣などとも呼ばれることと、
同じくとある宗教の敵として名が上がるバビロンの大淫婦が紐付けられた結果であろうと思われます。ネロイコール大淫婦バビロンイコール黙示録の獣イコールビーストという設定が初登場の時点からあったゆえに女体化したということなのでしょう、多分。フランシス・ドレイク。こちらもフェイト・エクストラが初出となる英霊で、神話や紀元前に端を発する英霊も多い中で比較的歴史の浅い16世紀の人物です。史実ではエリザベス朝のイングランドに仕えていた軍人であり、海賊でもあります。当時世界最強と謳われたスペインの無敵艦隊を下したとされる大英雄であり、史実における性別は男性です。そもそも、フランシスという名前が男性名なんですよね。それがなんで女性になっているかというと、周りから女性として扱われなかったということに原因があるようです。そういうとかなり失礼な扱いのような気もしますが、彼女があまりにも偉大で、男前すぎたがゆえに、戦況を女として見ることが失礼に当たるような気がするという船員たちの畏敬から後世に男として伝わったらしいです。それでも、これだけの美人なら婚姻の話くらいいくらでもあったと思うんですが、やっぱり全部断ってたんですかね。アルテラ。史実ではアッテラという名前で知られる英雄で、古代ローマ帝国と争い、西ローマ帝国滅亡の遠因となったとも言われる人物です。史実以外にもジークフリートやクリームヒルトで有名なニーベルンゲンの歌にも登場しており、クリームヒルトの再婚相手になっていたりもします。また、ニーベルンゲンの歌と起源を同じくする北欧神話にも登場しており、これまたシグルドナキアとの奥様の再婚相手になっています。史実でも、神話でも、アッテラは男性という扱いで間違いないということですね。フェイトではアルテラを名乗っていますが、やはり本名はアッテラの方で、アルテラという呼称は彼女の好み。そっちの方が可愛いからという理由でなっているという経緯があります。つまり、フェイトの方では可愛さで本名を改変するようなお茶目さを持つ乙女チックな一面もある少女といった感じになっているのですが、その理由は不明。ただ、彼女に関しては地球外生命体絡みの複雑な設定が存在しているので、そのあたりに起因する何かが影響しているのかもしれません。まあ細かく話しているとかなり長くなりそうなので今回のところは不明ということで一つ。フランケンシュタイン。出典は18世紀のイギリスの小説家、メアリー・シェリーの作品、フランケンシュタイン。呼称としては、フランケンシュタインの怪物、が一般的ですが、作中では、クリーチャー、悪魔、などと呼ばれており、フランケンシュタインの怪物が正式名称というわけではありません。彼自身は創造主への皮肉を込めて、あなたの労働者アダム、と名乗っていますね。原点では理想の人間を目指してビクター・フランケンシュタインが作り出した人造人間であり、身体的な性能に加えて知能などその他の能力も高い、理想の人間を目指しただけある高い能力を持っています。さて、フェイトの方でのフランケンシュタイン、通称フランちゃんは女性であり、原点とは性別が違います。フェイトの方に実在したらしいビクター・フランケンシュタインは理想の人間を目指す過程で、理想の人間を生む人間を作ろうと画策したようで、結果的に生まれたのがフランちゃんというわけです。しかし、人の死体をつなぎ合わせて作り出した人造人間は原点と同じく失敗作であり、自身を捨てた創造主に対する強い怒りを持って追いかけ回すのも原点通りとなっております。沖田総司。知る人ぞ知るあの新選組の一番大組長、沖田総司。新選組の局長である近藤勇や、副長である土方歳三など、その姿が後世に伝わる人物がそれなりにいる中で、沖田総司の姿が明確にわかるものは残されておらず、いろいろな人が語った特徴からに姿が残されるのみ。しかし創作物というのは欲望に忠実なものでして、剣の腕が立ち、陽気で快活な病弱美青年、として描かれることが多いですね。これが事実無根かどうかもよくわからないのが現状ですが、少なくとも男性であったことは確かです。そんな中フェイトの方では完全に美少女と化していますね。初登場時はまたアルトリア殿が姿を変えておられるとか思いましたし、故障も桜セイバーだったため、今度こそはそうになっただけのアルトリアかとも思いましたけれど、その実態はなぜかアルトリア顔の沖田総司。文化圏としてはイギリスと日本で大きく異なるんですけどね。なんでこんなに似ているんでしょうね。不思議だなぁ。沖田総司が女性になってしまった理由は特にないようですね。
起きた掃除には色白の子男という容姿に関する情報もあるので、そこから来たのかもしれません。片付きにつけ入る隙を与えると女体化されてしまうということなのでしょう。己片付きめけしからん。ゆえ小説。史実では1651年、江戸幕府第三代将軍の死を機に幕府政策への批判と浪人の救済を掲げ、幕府の転覆を図った大罪人として伝えられています。その背景には当時の大名家取り潰しによって急増した浪人たちの苦しい生活などがあるわけですが、まあそのあたりは置いておきましょう。3000人ほどの門下生を抱える軍学塾の長としても知られており、人徳や知性の面で非常に優れた人物であったことが伺えますね。さてそんなゆえ小説さんですが、フェイト・サムライ・レムナントで登場した際には女の子になってしまっていました。整った容姿に白い髪。どこかで見たような風貌はまさにその通り。彼女はホムンクルスです。森宗意見という人物によってムジーク家の技術で鋳造された彼女は、偶然にも、現実に存在する人物と同じ名前を名乗ることになり、たまたま、江戸に塾を開くことになりました。そしてこの世の不条理を嘆いた彼女は、やはり幕府の転覆を企て、そのために有用な聖杯を求めていたという流れです。奇跡的な偶然というのはあるものなんですね。FGO のサムライレムナントコラボイベントではかなりショッキングな姿を披露しながらも、ストーリーの核心部分を担う重要なキャラクターとして登場していますね。ゆえ小説知らないよ、という方は、ぜひ一度彼女の列車タイツをご堪能いただきたいところ。織田信長。戦国時代の日本の事実上トップに立った豊臣秀吉、徳川家康と並び称される戦国時代の三英傑の一角、織田信長。日本史の授業を受けたことがあれば、まず間違いなく名前を聞いたことくらいはあるであろう超有名な大偉人です。有名すぎて逆に話すことがないくらいです。そんな大偉人が、フェイトでは女体化しております。織田家の先代である父は長男である信勝に家督を譲るつもりだったのですが、信勝では戦国の世を生き残れないとして、再起を感じる娘、つまり信長の方に家督を譲ったのだとか、信長が織田家の当主となった後は情報統制が敷かれ、彼女は男として振る舞うようになったと。状況としてはアルトリアに近いかもしれませんね。しかし史実だと信長には結構な数の子供たちが、少なくとも20人以上いたはずなんですが、フェイトのノップはそのあたりどうなんでしょうね。アルトリアは性転換されて姉に絞られていましたが、もしかしてノップにも同じような経験があるのでしょうか。何がとは言いませんが、通常だと子供ができる確率は 30% ほどと言われています。史実では男性であり、側室が多かったこともあってそれほど気になることでもないんですが、ノップは見た目通りの女性なのでね、気になって仕方がありません。森蘭丸。織田家の家臣である森義成の三男であり、織田信長に小姓として仕え、後に側近となった人物です。有名なところでは信長の主導、詳しくは言えないのでググってみてください、の相手として知られており、去年が18歳だったことも相まって創作物では美少年として描かれる場合が多いですね。そんな森蘭丸ですが、フェイトではほとんど登場していません。しかし、ほぼ同一みたいなものと言ってもいいのかは怪しい、謎の蘭丸 X が FGO での活躍を見せており、実質蘭丸本人みたいなものです、というと大げさ。主導について詳しくは言えませんが、当時の環境的に女人禁制となる状況が多く、必然的に男性だらけの中でしか生まれなかった文化であるわけなんですが、フェイト世界の信長は女性で、蘭丸、本物、の方は男子なのだとか、一周回ってノーマルになっています。では蘭丸 X の性別はというと、不明です。女体化の話じゃなかったのかいと思われるかもしれませんが、ちょっと待ってください。蘭丸 X の性別は不明なんですけど、判明していて、何を言ってるのかよくわからないかもしれませんけど、蘭丸に産む次第で性別が後天的に変わるらしいです。何を言ってるのかは私もわかりません。そもそも未知の物質由来の現象なので説明ができそうもありません。究極的には蘭丸 X の気分次第、使える相手によって性別が変わると見ていいでしょう。つまり、美少年として可愛がるもよし、美少女としてめでるもよし、男の子としてお得感を得るもよしというバリューパックですね。皆様のお好みの蘭丸 X はどの性別ですか？
長岡下虎、上杉謙信。長岡下虎、上杉政虎、上杉輝虎。これらはすべて単一個人の名称であり、後に法号、仏門に入った際に付けられる名前、として上杉謙信を名乗った人物の過去の名前です。上杉謙信といえば戦国大名の一人として有名で、生涯をかけて70余りの戦に臨み、一度も大きな負けを経験しなかったと言われる戦のエキスパートです。そんな上杉謙信がなぜ女体化しているのかと言いますと、実際にそういう説が存在していることに起因しているものと思われます。やはり片付きに隙を見せると、実際のところはすでに否定されている説ではあるものの、説を除いてみれば、実際にそうだったのであれば疑う余地はあるかもしれない、くらいには成立していましたね。特に大きいのが、妻をめとらず、生涯をかけて一度も女性と夜を共にすることがなかった、という点。仏教では出家した修行者がそういった行為に及ぶことを禁じているので、そのせいなのでは、とも取れますが。それならば、戦国大名として仏教における最大の罪である殺生を犯すのは何なんだということになり、もしかして、上杉謙信は女なんじゃないか、という流れになっていましたね。まあ500年近く前のことですので、完全な証明は難しいのかもしれませんけど、実際どうなんでしょう。埼玉五一。紀伊国、現在の和歌山県、にいたとされる鉄砲を用いた傭兵部隊、西賀州の統領が代々継承する名前であり、おそらくですが、基本的には男性の名前だと思われます。また、一般向けには鈴木姓も名乗っており、あくまでも集団の長としての名称ということなんでしょうね。西賀州は傭兵部隊の名の通り、雇われて様々な勢力に加担しました。雇われるという時点で、それ相応の武力を認められていたということでもありますね。フェイトに姿を現したのは、そんな西賀州の最後の当主、三代目孫一です。個人名としては蛍であり、多分本名は鈴木蛍さんなのでしょう。彼女は先代に拾われ、先代の死後に三代目と任じられたのだとか。もともとが集団の長としての名称なので、ちょっと女体化とは言いづらい部分もあるんですけれど、時代背景的には女性が統領というのも難しい話なので、同じ時代に井伊直虎などの例もあるので無理でもなさそう。ほぼ、女体化ということで今回取り上げさせていただきました。加藤壇像。江戸時代初期の金蔵氏、軍学書などに名前が登場する忍者であり、飛び加藤、などとも呼ばれています。金蔵氏とは、現代風に言うと小説とかそういった類のものであり、ありていに言えば作り話です。つまり加藤壇像という存在は創作上のキャラクターであり、そもそも実在したのかどうかすら定かではありません。むしろ存在しないか、せいぜいモデルになった人物がいる程度なのではないかと、個人的には思います。さて、フェイトには加藤壇像が女性忍者、くの一として登場していますが、その体はからくりであり女性と言っていいかは微妙なところ。もちろん作りは女の子なので愛することはできますけれど、生物として認められるかというあれです。なので彼女に関しても、女体化したとはいえ、史実と違う、タイプとはまた違った何かではないかなと、個人の感想です。千利休。1500年代の序盤から終盤にかけて名を馳せた茶人であり、わび茶を完成させた偉人でもあります。千利休は織田信長が堺を制圧した後に徴用されたりと、戦国大名とも関わりが深く、織田信長亡き後には豊臣秀吉に仕え、三千国の俸禄を与えられています。しかし豊臣家に仕えた期間はそう長くなく、秀吉からかなり理不尽な怒りを買って、切腹による最後を迎えたとされています。わざわざ言うまでもありませんが、千利休は男性です。姿を残した絵もちらほらありますけれど、大体おじいちゃんですね。ではフェイトの方はというと、完全に美少女です。これに関してはかなり重要なかつインポータントな理由がありまして、もう一人別の英霊が混ざっているからです。長々と利休の史実についてお話ししたのもこれに関係があるからでして、もう一人混ざっている英霊というのが、駒姫。というその名の通りのお姫様なのです。このお姫様の最後が悲惨で、嫁いだばかりの時期、いやむしろまだ嫁いでいない状態なのに、嫁入り先の不祥事に巻き込まれて連座で処刑されるという憂き目にあっています。この処刑を命じたのが秀吉ということで、秀吉による理不尽な死を迎えた、という共通点によって混ざり合っているような状態です。
なので千利休に関しては女体化というよりも、霊気の性別が駒姫の方に引っ張られていると言った方が正確かもしれません。宮本武蔵。最強と名高い江戸初期の剣術家、新面武蔵の神藤原春信、通称宮本武蔵。二天一流の開祖としても有名で、二刀流といえば宮本武蔵と言っても過言ではありません。最強の武芸者だったことでも有名で、当時有名だった部門に対する道場破りのような、お話は現在でも語り草になっていますね。語られている話のいくつかには二天一流の門下生たちが森に持った話が含まれているようなので、すべてがすべて真実ではありませんが、それでも彼が非常に優秀な武芸者だったことは疑いようのない事実でしょう。ではフェイトの方の武蔵はというと、おそらくですが、森に盛られたお話がすべて事実であった前提で、さらに女性になっている武蔵といったところでしょう。女性になっている理由は、彼女が平行世界の存在であり、一般的に知られている武蔵とはまた別の人物だからです。武蔵ちゃんが元いた世界はすでに選定事象として消え去っていますが、なぜか運よくそこから弾き出されてしまった彼女は、そこから様々な平行世界を旅する放浪者へとなってしまいました。その旅の中でカルデアのサーバントとして協力してくれるようになっております。話の趣旨とは関係ありませんが、武蔵ちゃんを見ていたらうどんが食べたくなってきました。家臣小路。室町時代末期、戦国時代初期に存在していたとされる剣術師で、三英傑との面識があったらしい人物です。らしいというのは、家臣小路の実在がかなり疑わしいものばかりで、逸話のどれもが眉唾ものだからですね。いわく、貼り付けにされたがネズミになって逃げ出した、殺されたはずなのに蘇った、屏風の中から水が溢れ出した、などの逸話があるようです。その話のどれも信憑性が低いため、家臣小路が実在していたのだとすれば、彼はマジシャンだったのだろう、なんていう推論もあるみたいですね。そんな家臣小路がフェイトでどうなっているのかというと、少なくとも外見上は美少女ですね。あくまでも外見上はですが、フェイトにおける家臣小路は、史実と同じく剣術師でありながら優秀なからくり技師でもあり、先ほど紹介した加藤断像の開発者でもあります。往々にしてこういったものを作る人間が至る結論は同じようで、自身の体さえもからくり仕掛けへと改造し、断像を作った際の姿は男性として描かれていますし、家臣小路が美少女の姿をしているのは趣味の範疇と言って差し支えないのではないでしょうか。そもそもの実在性が怪しいので、性別くらい今更という話かもしれません。杉谷善十坊。鉄砲の名手だった、という話以外の一切が不明というか、様々な憶測が飛び交っているため判然としない人物です。甲賀の忍者と言われたり、雑賀衆という話も存在しているようです。確かなのは、杉谷善十坊が織田信長を暗殺しようと2発を発砲した上で失敗したということ。暗殺に失敗した後は逃亡生活の後に捕まり、竹製のノコギリで首を切断するノコギリ引きの刑に処されたとされています。そんなこんなで英霊になった流れは大体史実通りなんですが、なぜか女体化しています。これは杉谷善十坊が逃亡生活の中で出会った家臣小路に逃亡のために変装したい、と願ったがゆえの結果ですね。本人もまさかここまでされるとは思っておらず、女体化した自分には納得していない模様。まあ性別を変えられるなら変装としては最上級とも思えますが、逆に最終的に捕まってるのはなんで？女体化はしたけど見た目は大して変わってないとか？それはそうとして、男性から女性にトランスさせられてしまった杉谷善十坊の宝具が、二つ玉に手打ちて候、なのは、ねえ？やっぱりあれですか？余ってるから使っちゃおう的な？ちなみになんですが、火縄銃に2発の弾を込めて発砲する2つ弾は実在した技術のようですね。単純に2発を込めるだけではなく、弾を紙と紐で繋げるらしいんですが、なんだか弾がとんでもない挙動をしそうだと思うのは私だけでしょうか。経過。紀元前200年代にいたとされる人物で、秦の始皇帝を暗殺しようとしたことで有名です。結果的に暗殺には至りませんでしたが、そもそもが職業的な暗殺者というわけではなく、義経心から暗殺に乗り出したという人物。経過の後も、始皇帝を暗殺すべく何人もの刺客が現れることになるのですが、そのいずれもが失敗。
これが始皇帝の運命力ということなのでしょう。では経過が女体化しているというお話なのですが、原因不明ですね。マテリアルでも史実では男性として伝えられている、と書かれているのみで、理由については触れられていません。特に合理的な理由がないということなのか、FGO 最初期のサーバントだから女性キャラが欲しかったとかそういうあれなのか。答えは運営のみぞ知るといったところでしょう。現状三蔵。三蔵法師とも呼ばれる人物で、特に現状三蔵が主要人物のモデルとなっている西遊記が有名でしょう。ちなみに三蔵とは仏教における尊称、敬称。法師は僧侶を表す言葉なので、個人を指すのではなく、言ってみれば役職や階級のようなものです。なので個人を特定する場合は現状三蔵と呼ぶのが普通なんだとか。現状三蔵は7世紀頃に実在されていたとされており、仏教の原点にあたる経典を求めて当時の中国からインドへと渡り、無事に経典を持ち帰ったことで有名です。現状三蔵の姿が描かれた資料、像なども多数存在しており、完全に男性ですね。ではなぜフェイトでは女性なのかというと、おそらく、この現状三蔵がかなり西遊記寄りの存在だからだと思われます。片付き的には西遊記自体が実話なのでしょう。西遊記でも現状三蔵が男性であることには変わりないのですが、西遊記が劇などで演じられるときに、現状三蔵の役を演じるのが女性である場合が多く、その影響を強く受けているのでしょう、多分。もしくは、フェイト世界ではそれが史実に則った配役であるという認識なのかもしれません。それにしても、こんな水着みたいな格好をした聖職者が片付き世界のノーマルなのだとしたら、ぜひとも仏門に入りたいですね。ご縁尺。昔の中国、明の時代に書かれた小説、水滸伝の登場人物で、当初は梁山泊を討伐するための軍の総大将でしたが、何度も敗北した後に梁山泊に入山し、序列第8位となっています。ちなみに姓がご縁で、長尺。得意武器は両手に持つ鉄弁で、そのことから総弁とあだ名されることもあったのだとか。そんな彼がなぜメンタル弱々の女の子になってしまったのかと言いますと、ギリシャ神話に登場する怪物、エンプーサと混ざっているからですね。このエンプーサは美しい乙女に化け、男の性を吸い取って殺す恐ろしい怪物なんですが、侮辱されるだけでひるみ、悲鳴を上げながら逃げる精神的に打たれ弱い、どこか哀愁すら感じるやつなんですよね。悪のフィクサーおじいちゃんによって生み出されたコエンシャクという幻霊は、エンプーサのおかげで美女になりつつ、本来のコエンシャクの強さすらも塗りつぶすガラスのハートを手に入れました。彼女のマスターとなった人は、コエンシャクの繊細すぎる精神性をフォローすべくひたすら褒め続けてあげる必要があるんですけれど。いや、個人的には褒めることもやぶさかではないですよ。でも主張が激しすぎるのでさすがにちょっと引くというか、なんというか。なた。道教、仏教の神の一柱として崇められるだけでなく、民は、説話の登場人物としても有名ななた。特に有名なのはやはり、方針演技。そして、西遊記、ですかね。西遊記では孫悟空とのバトルも繰り広げています。フェイトのなたは方針演技と西遊記、両方が背景になっているようですね。わかりやすいのがなたの復活に関する描写で、方針演技では太一神人の手で、西遊記では釈迦如来の手によって再誕しています。フェイトでは太一神人の手によって復活したと言われつつも、そこに釈迦如来の助力があったとされています。フェイト的にはどちらも史実だから、混ぜるしかなかったということなのでしょう。さて、ナタの女体化に関する話ですが、なんやかんやあってナタは死に、後に復活しています。フェイトのナタはその復活の際に太一神人の手違い、手抜き、によって性別が男性から女性へと変貌してしまいました。これに関しては太一神人がナタの性別に無頓着だったと言われていますけれど、本人としては大問題で、性別を問われた際に返答に困ったり、入浴の際に男湯と女湯のどちらに入るべきか迷ったり、カルデアで生活する上では不便な思いをすることもある様子。女服。秦の時代、始皇帝に対して不老不死の妙薬を見つけ出せると豪語して桃源郷と漕ぎ出したが、結局戻ることはなかったと言われる法師。伝説で女服は日本にたどり着いたとも言われていますが、それもあくまで伝説で、信憑性はそこまで高くありません。
日本海側のあちこちに除福伝説が残っているのが信憑性を低くしているような、たくさんあるなら信憑性は高いような、微妙なところですね。そんな除福が女体化した原因ですが、自分を嫌っていた文官たちによる嫌がらせで後世に男として伝わったらしいです。始皇帝は能力さえあれば老若男女問わず受け入れる先進的な考えの持ち主でしたが、その部下たちは男尊女卑的な考えが抜け切らず、女のくせに、ということで書面には男として残すことが嫌がらせになると考えたみたいですね。そういう事態が起こりうるのだとすれば、実は性別が違うというのは現実にあるのかもしれませんね。逆もまたしかり。牛若丸、源義経、平の過激よ。一期に三期のお話になります。なんせこの三期、肉体的にはほぼ同一人物です。牛若丸と源義経はまあ簡単な話です。牛若丸とは源義経の幼名ですし、完全なる同一人物と言って問題ありません。牛若丸といえば京都の鞍馬寺に預けられ、その間に天狗に弟子入りしたとか、五条大橋で刀狩りをしていた弁慶と戦ったとか、有名な逸話がたくさんありますね。成長した後の源義経には一の谷、屋島、壇の浦の合戦での功績や、それぞれの戦場での逸話も枚挙にいとまがありません。ではフェイトで女体化している理由ですが、本編では特に説明されていません。男女比率に懸念を持った竹内社長が女体化を推進したという噂もありますが、真偽は謎です。何にしてもその防御力皆無な甲冑は本当にそれで大丈夫なのか。次に平の過激世に関して、史実での実在が怪しまれている平の過激世は、フェイトで源氏への恨み、という概念として登場します。怨念相手に性別を語るのもナンセンスですが、名称からして元が男性なのは間違いないでしょう。しかしフェイトで登場した際には源義経をより城に権限しており、肉体的な性別で言うと女性と言わざるを得ない状況です。なんというか、こう、言葉で表すのが難しいのですけれど、史実で男性の義経が女性になっていて、そこに性別不明だけど多分男な怨念が混ざってしまって何が何やらという感じですね。まあ可愛いしよしとしましょう。源の来光、牛御前。史実では平安時代中期の政治家として有名です。しかしどちらかというと、おとぎ草子などで語られる四天童子討伐や土蜘蛛退治などの説は、それに従ったとされる来光四天王なんかのお話の方が通りがいいかもしれません。言ってみれば日本の伝説に登場する鬼退治の勇者様とその一行ですね。そんな勇者様は、フェイトで女性、お母さんになってしまいました。しかもバーサーカーです。会話が成立するタイプのバーサーカーですが、愛に関する部分、特に母性愛的な部分は完全なるバーサーカーです。強化 EX です。話を戻しまして、来光ママがなぜママになってしまったかというお話ですが、そこに牛御前が関わってきます。江戸時代初期の古城瑠璃である牛御前のご本地によると、来光ママのママは、牛の年牛の日牛の刻に男児を産んだのだとか、この男児は来光の弟にあたります。この弟は牛の角と鬼の顔を持つために殺害されかけ、殺害を命じられた女官が救い出して山中で密かに育て、成長して牛御前と呼ばれるようになったと言われています。これの討伐を命じられたのが来光で、実際に討伐を成したと。しかしフェイトだと話が大きく変わります。牛御前とは来光ママ本人のことであり、言ってみれば来光ママの中にいるもう一人の僕だったのです。そして来光ママは無事に牛御前を下し、己の内に封印することに成功。というのが大筋の流れ。ここからはおそらくという話ですが、御前というのは女性に対して使われることが多い継承で、フェイトではこのことから牛御前を女性として捉えたのではないでしょうか。源の来光と牛御前が同一人物であり、牛御前が女性ならば、おのずと来光はママになるという理論です。かなり適当かつスカスカな理論ですが、そもそも女体化に理由がないこともあるので、ないこともないんじゃないかという気がします。喜一方言。義経記に登場する陰陽師で、文武の達人とも言われる人物。源の義経が喜一方言の娘を籠絡し、兵所陸刀を盗み学んだという伝説が有名ですね。また、一説によると鞍馬山に住む天狗の正体がこの喜一方言だとも言われています。フェイトでは鞍馬山の天狗そのものとされており、人間ではありません。
神霊とまではいきませんが、聖霊士として人類からは隔絶した実力者と言えます。生まれからして人間ではないので性別に関して語るのもあれですが、どうやら見た目的、肉体的性別はいつでも変更可能とのこと。フェイトで見せているいつもの姿は女性ですが、必要があれば別の姿を取ることもあるのだとか。なので、女体化といえば女体化ですが、妖精というか可変式というか、他の女体化とはちょっと違うものですね。四天童子。源の来光のところでも名前を挙げた鬼、四天童子。大江山に住んでいたと伝わる鬼たちの司会であり、酒好きだったことで手下から四天童子と呼ばれていたなどの説があります。来光によって討伐され、討伐に使った刀が、童子斬り、と呼ばれるようになったのも四天童子が由来。さて、今回女体化したサーバントについて話すにあたって、鬼に性別があるのか、ということも調べてみましたが、普通にあるみたいでした。それが繁殖のために必要なことなのか何なのかはよくわかりませんでしたが、とにかく鬼に性別はあります。四天童子はどうやら原点だと男の鬼みたいですね。それがなぜ女性に、いや子悪魔警備少女になってしまっているのか、その原因は不明です。京都の鬼ということもあって、今日言葉を使わせたい、じゃあ女性にしよう、という話でもあったんじゃないでしょうか。実際のところはわかりませんけれど、確かにはんなりした子悪魔系女子はとても良いです。茨城童子。大江山を拠点に暴れ回ったとされる鬼の一人で、四天童子にとって重要な家来だと言われています。来光の鬼退治の際に四天童子を殺されてしまいましたが、茨城童子は生き残り、その場から逃げたそうです。逃げた後の話として羅生門の鬼と同一視される風潮もあるらしいですね。では女体化した経緯に関する話ですけれど、フェイトのマテリアルなどには書かれていませんが、原点の茨城童子は宇治の橋姫と同一視されることもあるようです。というのも、橋姫もまた茨城童子と同じく渡辺の綱と一線交え、腕を切り落とされているんですよね。橋姫もまた鬼の一種ではあるのですが、それは人間が嫉妬に狂って鬼へと変じた姿であり、そのあたりをフェイト的解釈を含めて考えていくと、茨城童子が女の子の姿をしているのはある意味原点通りと言えるかもしれません。現状深掘りはされていませんが、ちょっと心に来そうな重い話になるんでしょうね。ボルクス・ディオスクロイ。原点であるギリシャ神話によると、ディオスクロイは双子の兄と弟。ただ、神話体系によっては厳密には双子ではなかったりもするようですね。なんなら話によっては二人とも神だったり片方神だったり半神半人だったりと、かなりまとまりがありません。それが好きになってしまったんでしょう。片付きによって弟は妹にされてしまいました。そういえば弟が美少女な妹になった王のうする兄視点の漫画があったような。まあ姉妹にされなかっただけ良しとすべきなのかもしれませんね。規約の関係であまり多くを語れませんが、何にしても妹になった理由は不明です。双子なのに性別が違う点に関しては、二卵性双生児なら普通に起こりうることですね。まあ起こる可能性があることはこの場合特に関係ないんですが。カイニス。こちらもギリシャ神話から。ギリシャ神話の登場人物たちが登場する変身物語によると、カイニスは地方で一番の美人であり、どれだけの数の男から求婚されても決して首を縦に振らなかったと言われています。ある時カイニスが海岸を歩いていると、突如現れたポセイドンにピーされてしまい、ポセイドンは償いのために何でも願いを叶えるといい、カイニスはてめえみてえな奴が現れないように男になることを願ったのです。ということでカイニスは何体化を遂げて、名前はカイネウスへと変わりました。男になったカイネウスは不死身の肉体になり、アルゴノーツの一員となったのでした。そんな事件があったのに、英霊として召喚された彼女は女体に戻ってしまっています。原因については不明ですが、もともと女性だったということもあって、まあそういうこともあるかといった感じ。神明も女性の頃の名前であるカイニスですし、体に関しては完全に女性です。しかし本人はこれについて多大なる不満を抱いており、女性扱いなんかしようものならモードレッドどころではない特大地雷を踏むことになります。それはそれとしても、女性時代があったという事実は本人も自覚しており、たまに女性らしい喋り方になったりもします。性別関係の話題を振るのが難しいサーバント第一位じゃないでしょうか。アムール。
ローマ神話において愛を司る神アムール、クピドー、あるいはキューピッドとも呼ばれます。また、ギリシャ神話における恋心と性愛を司るエロースと同一視される神でもあります。クピードーは基本的に美少年、もしくは幼児の姿、エロースは大人の男性の姿で表現されるのが通常ですね。フェイトではカレン・オルテンシアをより白とした疑似サーバントとして登場。魔王神が中に入っているので、女体化といえば女体化なんでしょうかね。とはいえ中身同士は非常に好相性で、疑似サーバントとしてより白と神霊が第三の人格を形成しているとは言っても、どちらの性質もバッチリ表面に出てきているような状態。つまり似た者同士ということですね。疑似サーバントのより白は相性の良さで選ばれるものですし、無理もないでしょう。一応紹介しましたが、通常の女体化とはまたちょっと別枠で捉えるべきかもしれませんね。カーマ。こちらも神霊系疑似サーバント。インド神話に登場する神であり、その名は肉体的な快楽、悦楽、官能、愛欲を表しています。その権能を表すように、いられた相手を恋に駆り立てる弓とや思ってもいます。また、仏教における仏敵、マーラの異名としての側面も持っており、神にして魔王のような立ち位置にいると言っていいでしょう。さてこのカーマ神ですが、神話では美男子として描かれています。イケメンです。しかし神霊系疑似サーバントとしてより白に選ばれたのはフェイト初代ヒロインの一角、魔刀桜、女性でした。これもまたアムールと似たような事象ではありますが、カーマの場合はそれだけでは終わりません。なんとカーマには男性としての見た目、立ち絵も用意されているんですよね。しかも相当なイケメンです。彼の実装を待ち望んでいる勢力も少なくないでしょう。これもちょっと規約にあれするので詳しくは言えませんが、どっちでもいけるということだと思っておきます。ガネーシャ。こちらもカーマと同じくインド神話に登場する神様です。ガネーシャはシバとパールバティの間に生まれた長男で、生涯を司る神であり元来は悪神側の存在だったのが、生涯を司るがゆえに転じて生涯を排除するという変化を遂げた結果、全身として扱われています。特に商売繁盛の神様として有名かつ人気であり、インド文化圏では野像などがお店に飾られていることも多いですね。フェイトでは携帯によって一部ファンを熱狂させるジナコ、カリギリをより白とした疑似サーバントが登場、女体化しています。しかし、本人の自称があるがゆえにガネーシャさんと呼ぶに至ってはいますが、どうにも怪しい部分がちらほら。特にそのクラスがムーンキャンサーであることと、サーバントとしての名称がジナコ、カリギリであることが大きな問題じゃないでしょうか。神霊系疑似サーバントはそこそこ数がいますが、霊気の名称は神霊側になるのが通常です。また、ムーンキャンサーという特殊すぎるクラスも謎ですね。ジナコが月の聖杯戦争絡みの人物であることが関連しているとすると、やっぱり BB ちゃんが何かしているのか、疑問はつきません。女体化の話題のはずが話が逸れてしまいましたけれど、名前がジナコ、カリギリである以上、単にジナコが召喚されているだけで、女体化ではない可能性もワンチャン。マナナン、マク、リール。ケルト神話に登場する航海を司る神にして、怪人リールの息子。マク、リールはリールの息子という意味であるという説や、海の子であるという説があります。目的地まで勝手に進むことができる船や、水陸両用で風のように走る馬、もしくは戦車、を所持していたという伝説や、神話には珍しく非常に温厚で世話好きな神様であり、ふさわしいものが現れれば秘蔵の魔術アイテムを惜しみなくプレゼントしてくれる寛大さを持っています。フェイトでも有名な剣、フラガラックの所有者であり、養子であるルーにそれを与えたという逸話や、ディルムットの持つ双剣も、マナナンが与えたものとして有名です。そんなマナナン様、フェイトではバゼットをより白とした疑似サーバントとして登場しています。怪人の息子という名前を持つだけあって、本来は拝みなんですけれど、より白の関係でやはり女体化していますね。まあ相性の問題で言えばこの上なく良好だと思われるので、女体化もやむなしといったところでしょう。というか、マナナン様が表に出てきても拝みっぽさというか、男性っぽさが特に感じられないんですよね。違和感ありません。元のバゼットが男性っぽさを抱えているので、それが逆にいい感じに作用しているのかもしれませんね。ケツァル・コアトル。中南米、アステカ神話における最高存在の一柱。生命と豊穣、文化、
雨と風、多くのものを司る強力な神様です。名前の意味は、羽毛ある蛇、翼ある蛇。本来は蛇の姿を持つ狼として知られており、一部の逸話では呪いに酒に酔わされた勢いで妹と関係を持ったりもしているらしいです。呪いにやられたとはいえ、妹と関係を持てる以上は間違いなく男なのでしょうが、フェイトではどう見ても女性、なんなら本人がお姉さん系を辞任しています。これに関しては一応理由付けがございまして、伝説で妹と関係を持ってしまった際にアステカの血を追われてしまい、金星に姿を変えて逃れた、と言われているんですよね。フェイトで金星といえば、思い浮かぶのはやはりイシュタル、美の女神様。他にもヴィーナスなんかも金星に関わる神様で、とにかく金星がケツァル、コアトルを女神方向へ引っ張る力が働いているらしいです。また、南米といえばカタツキ世界でも最高品質の薬ネタが眠る地であり、その周りの文明にも地球外由来のものがあるという話もあります。もしかすると、ケツァルコアトルとは神秘王都的な何かで、女性に寄生していた時期があったり。ドブルイニャ、ニキチッチ。ロシア、ウクライナの伝承の登場人物で、ユーゴロシの英雄として有名です。伝説の中で、ドブルイニャは母の言いつけを破った結果ユーニで食わし、丸腰の状態からたまたま見つけた帽子でユーを倒しています。こうのものすぎる。その後ユーから命乞いをされて許し、不可侵条約を結んだのにあっさり裏切られるなど物語は続きます。この動画で話している以上、原点のドブルイニャは男性です。それもゴリゴリの、画像検索する限り、甲冑に身を包んだおひげのおじさまですね。それがフェイトでは女性の姿になってしまいました。これに関する理由付けは、明言されていないものの何かしらの用意があるようですね。はっきりわからないので何とも言えませんが、個人的にはドブルイニャの妻説を推していこうと思います。原点のドブルイニャには女戦士の奥さんがいたようですから、彼女がドブルイニャを名乗っているか、霊気が混ざっているか、そのあたりなんじゃないかなと。確定していないからこそ何とでも言えて、面白い。そんな感じです。ポール・バニアン。アメリカが西部開拓時代の頃のホラ話、20世紀に入ってから捏造されたものも多い、から生まれた巨人。数十メートルにも及ぶ巨人であり、山で木を切らせると一日でハゲ山ができる。涙で湖ができる、巨大な青い牛を連れている、などのお話が伝えられています。見た目は完全におじさん。実際にアメリカにあるポール・バニアンの像を見る限り、ドワーフみたいなモコモコのヒゲを生やした作業着の男性です。それがなぜフェイトでは女性、女の子として現れているのかというお話ですが、明確な原因は本人にもわかっておりません。あくまでも予想の範囲では、もともと英霊になるには不足、時代的に新しいゆえに元がホラ話、である点から、後付けで第一母神の要素が付け足されているためではないかと言われています。アメリカ産の第一母神について少し調べてみましたが、アメリカ先住民族の崇める第一母神アティラがちょうど良さそうな気がします。感想。サンチョ・パンサ。17世紀に出版された、スペインの作家ミゲル・デ・セルバンテスによる小説、ドン・キホーテの登場人物の一人。小説の読みすぎで中二病を患ってしまった50歳のおじさんが騎士を志し、様々な勘違いからいろんなトラブルを引き起こすドタバタ系コメディ作品の中で、ドン・キホーテに対して現実的な忠告をする、いわゆるツッコミ役となるのが農夫であるサンチョ・パンサとなっております。このサンチョ・パンサ、太鼓腹の子男として描かれることが多いのですが、フェイトでは随分な美人になっております。というのも、フェイトのサンチョ・パンサには小説、ドン・キホーテ、における他の登場人物たち、アイバロシなんて、ヒメブルシネアなどが混ざり合ったものとなっているがゆえです。なので、女体化とは言っても単にサンチョ・パンサの性別が変わっているわけではなく、外見的に女性の面が出ているだけだと言えるでしょう。なんなら名乗っているのはサンチョ・パンサでも、もはや別存在と言っていいでしょうね。ロバ娘、プリティオーダーです。ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ。19世紀ヨーロッパで活躍した男性画家、ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ。いえ、早速嘘がありますね。ゴッホは生前全く注目されず、当時売れた絵は一枚限りだったと言われています。それゆえに悲劇の巨匠として語られることも多いです。何にしても、ゴッホが生きた時代は現代にほど近く、彼が男性であったことは明白な情報。
フェイトでは女体化なんて珍しくもありませんが、理由付けがなされる場合にはそれなりの論が用意されていたり、男性であったことを示す確たる証拠を出すのが難しい程度には説得力があったりもします。しかしゴッホが男性なのは厳然たる事実であり、いくらフェイトでも無理があります。というところに投じられた一石が彼女の身命に関わる部分です。できれば詳しく話したいのですが、これまた規約の関係でこれ以上はちょっと言えないのが申し訳ないです。すでに投稿済みだった動画に関しては問題ないようなので、当チャンネルで以前投稿したクプルフ神話に関する動画をご覧いただけると幸いです。レオナルド・ダ・ヴィンチ。15から16世紀にかけて活躍した芸術家。万能の天才と呼ばれる人物でもあり、芸術家、画家として有名である傍ら様々な学問にも秀でていたようです。代表作となるのはやはりモナリザでしょう。今や世界的に有名な名画の一つと言っても過言ではありません。そんな名作を残したレオナルド・ダ・ヴィンチは、史実では完全に男性です。自画像なども残されており、いい年の取り方をしたおじいちゃんといった感じ。それがフェイトでは女体化しているわけですが、これはダ・ヴィンチ自身の意思によるもの。本来は原点の通り男性なのに、自身が描いた傑作であるモナリザが好きすぎて、モナリザそのものの姿で限界するに至ったそうです。まあちょっとした、ナルシシズムのようなものなのでしょう。ちなみに、モナリザのモデルになっているのは他人のワイフです。それって本当に大丈夫なんでしょうか？後語り。はい。ということで女体化サーバントに関する話題でした。原点に反する性別で登場することに関しては結構賛否がありますけど、個人的には好きですね。シンプルに可愛いですので。ただ、自分の好きな物語のキャラがいきなり性転換していて困惑するという気持ちもよくわかります。薄い本なんかでたまに見かけることもありますが、え？ってなりますよね。それでも、私はそういうものが好きな人がいるということをきっちりと認知しつつ、すべての癖を受け止めていきたい。そう思っております。好きなものは好きという感情は、どうしようもありませんからね。私もアストルフォ好きです。